モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。今回はですね、前回の動画でね、私は針金というものをね、こちらゲットしてまいりましたので、こちらをね、配管のね、骨組みとして活用させていただきたいと思います。ってことでね、まず一言感想、すんごいほこりほこりがすごいのよ。すぐそこに置いといただけでもうこんなにほこりがすごいのね。あなたはちょっとあれだね、オープンフレームってこういうとこだよね。あんまよくないよ普通の人はちゃんとこう箱型になってるやつ買った方がいいよ。こまめにメンテナンスができる人っていうけど、2日に1回メンテナンスができる人って考えた方がいいかもしれない。2日に1回だよ、2日に1回。はい、ということでやっていきましょう。まずはね、この針金をね、どう使うかっていうと、前回ここの配管ね、こんなになってたよね。それをね、どうにかするから、今からちょ待ってて。まず適当に切ります。いや硬いな、いやいや硬いな、いやうん、いや硬いな。でね、ここにカーブフィッティング、あ、そうそう、フィッティングね、届きました。はい、こっちがストレートフィッティングで、こっちがカーブフィッティング。これだけあれば大丈夫でしょう。でね、前回の動画でシールテープだっけ、この白いやつ、これいらんよ、なぜならここに黒いパッキンついてるからいらんよって言われたんで、取ります。取れない。そしてなんかハエが一匹いるんだよね。ハエが一匹いるんだよ。おとといからいるんだよね。まあ、一緒に見よう。はい、オッケー。そしたらね、ここにストレートフィッティングついてるから、おーハエハエ教えてくれてるのかい。で、ちょっとね、ハエが止まってる、ここ。ここにね、ここにハエが止まる。おー落ち着きたまえ、大丈夫、大丈夫。やっちゃうよ。そしたらこのストレートフィッティングの底から合わせて曲げる。こんな感じだったらどうにかなるんじゃないかなっていう。はい。なんか使えるパイプないかな。このパイプ使えそう。ほら、ここからこうクイッと曲げてみる。ここやってみよう。よいしょよいしょよし。ここから大体で曲げていきます。梅しめいちゃってる。じゃあやっていきます。とりあえず気泡はゼロ、気泡はゼロだよ。よいしょ来た来た来た。はい、じゃあ私が作った配管の中で一番ハイレベルなこの部品が序盤で完成するという。はい、スコーン、ボヨーン、イズコーン、ダジン、キュッ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 。長い余分なところ切ります。はい、切れました。バリ取ります。で、ここさらに再目でヤスリます。はい、サンドペーパー、棒状のヤスリ買うの忘れてたねあこれユズじゃん、みかんだと思った。ユズいただきました。あー、いい香りする。こうお風呂入れよう。はい、着きました。見て見て、じゃあ私も見る。いいよね、これこれでいいよ、これでいいよ。でね、そうだね、若干ちょっとこう、若干少し気持ちこっちだったらもっと良かったかな。ってことでね、この配管作るのに今日で4時間かけましたこれ1本作るのに、これ1本作るのに4時間かけてんだよ。頭おかしいんじゃない。ということで、続いての配管やっていきましょう。ラジエーターからリザーバーにかかるパイプを作っていこう。じゃあ針金で骨組み作っていきます。うわうふふまた難しい。ちょっと曲げる回数数えていい？ 1,2,3,4,5 5回曲げ、ここも超難関じゃん。こういう風に曲げていくからね、ちょっと分かりにくいよね。まあ、いずれも 3D 曲げだね。ここはストリートフィッティングで大丈夫だと思う。で、ここがカーブだね。じゃあ先にカーブフィッティングつけちゃいます。はい、ガシーンとこんな感じ。で、ここストリートフィッティング。うん、骨組みぴったりだね。じゃあこれで作っていくか。じゃあ新しいパイプ出していこう。ラスト1箱ね。これ4本入ってるから、これでやっていくね。はい、じゃあ1本目。先っぽ、90度に曲げます。よし。はい、ただいま、曲げ中。これね、思った以上の50倍難しいよ。これこんな難しいと思わなかったよ。いやーすごいね。でもね、若干コツ掴んできた。まだ細かいところまでは感覚つかめないけど、少しずつ分かってきたよ。はい、じゃあ外します。で、まだちょっとシリコンゴム抜かないでおく。ね、骨組みあったらすごい分かりやすい、立体空間がつかみやすいよ。私ちょっとね、勘でやる人だから、こういうアナログなやつ必要なんだよね、やっぱり。はい、じゃあ2箇所目曲げていきます。よし、来た。ちょっと柚子の香りでリラックスするわ。あー、いい香り。よし、はい、幅広の 3D 曲げ完成。これぐらい幅広だと簡単
はい、じゃあ3箇所目やっていきます。よし、来た。はい、じゃあ曲げます。はいはいポン。はい、今のところ順調でございます。いた。よし、じゃあ熱していきます。すげえ大変びっくりするよ。よし、あーちょっともう一回温め直します。うん、大丈夫大丈夫、いい感じ。はい、次の曲げここなんだけど、間隔が狭いから完全にここ冷えてからやります。はい、スイッチオン。よし、行きましょう。あー失敗したかも、ちょっと焦った。まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう。で、ちょっと外しちゃいます。ちょ待って、抜けなくなっちゃった、マジでこれ困るよ、これ抜けないよ。うん、これはちょっと無理だ、ちょっと待って。はい、抜けました、よかった。洗剤とね、お水入れたらツーってね、あのシリコンチューブの間水通ってくれた。で、スポンって取れたよ、よかった。ってことでね、できたやつつけてみます。合えばいいけど、これじゃダメだ。これ正面から見るとさ、いい感じなんだけど、これ横から見たら失敗だ。こんな感じなんだけど、横から見るとこれ失敗、浮き出すぎだね。もうちょっと全体的にこう、こっちに行ってほしい。ってなると、他のここをもっと急に曲げて、あ、ちょっと待って、違う、あ、違う違う違う、まだ助かる、下が長いんだ、ここだ、ここを少し切ればいいんだ。切ってみよう、どんな感じになるのかちょっと想像つかないんだけど。よし、 OK。 ただいまパイプを曲げて5時間が経過しております。はい、こんな感じになりました。これでまあだいたい5時間なんだけど、一つもうまくできてないね。まずね、ちょっと先に言っちゃうんだけど、ここさ、ここに合わせたかったんだけど合わなかったじゃん、ここの角が、角度が合わないので、これもちょっと違うよね、もうちょっと奥でよかったんだ。で、これももうちょっと右寄りに曲げることもできたはずなんだよね。これは微調整だね、これは本当に大変だね。いや、配管すごいわ。でもコツつかんできたので、微調整少しずつやっていけばどうにかなると思う。パイプが使えなくなるわけじゃないから、何回も何回も加熱してまっすぐに戻してまた曲げ直してってやればどうにか形になると思う。はい、修正後がこんな感じになります。ほんとね、これ横から見るとわかるんだけど、よいしょ、ここ見えるかな、かなり詰めることできました。あとね、反対側から見るとかなり距離詰めてるのわかる、ほらこんな感じで、よいしょ、ほんとね、ファンが回るか回らないかぐらいまで詰めました。ここも平らになるようにね、修正することができました。で、一つ心残りなのがここなんだけど、ここはね、うまくできたんだけど、ここら辺がムニュってなっちゃってるよね。カクンカクンカクンってできればもっと良かったかなっていう感じです。後で修正します。でね、最後、ここね、ここに、流量計つけて今回終わりにしたいと思います。この流量計つけるのに、こことここ両サイド空いてるから、サイドにカーブフィッティングでしょ。で、ストレートフィッティング。これで作っていこう。この余ってるパイプ再利用しよう。これにこうつけて、ゴムつけて、ブニブニつけて、で、カシンと。クイッ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 ク。はい、できた。で、この反対側もつけます。はい、できた。そしたら、これをポンプにガシーンと。はい、OK。そしたら、この流量計をここにガシーンと。で、こうなりました。で、あとはここにストレートフィッティングつけて、配管通しての CPU クーラーだ。で、ここからも CPU クーラー。これで完成だ。わあ、できてきた。はい、ということで今回は
なんだっけ、このフローインジケーターとラジエーターからリザーバーにかかるやつと、あと水流系の下の部分の配管を完成させたという動画でございました。おなかすっぴんだすごい時間かかっちゃったよ。軽く多分10時間ぐらいはかかったんじゃないかな。次回はね、この CPU クーラー一番最後の配管をここにねくっつけたら、いざ水漏れ点検です。それでは